両方のことがかかります。団地に作ってるといいことももちろんあるんですけどね、高さは合わせておいた方が。はい、皆さんこんにちは、菅です。ということでね、今日はね、前回の続きっていうことで、この間は缶付き針のアシストフックの作り方をご紹介しましたけども、今日はね、平打ちのフック、これのアシストフックをね、作っていく方法っていうのをご紹介していこうと思います。それでは作業の方をやっていきます。スタラバチャンネルやで。はい、ということでね、作業の方を進めていきますが、前回ね、缶付きのアシストフックを作るときに使ったアシストラインなんですけど、まあ、今回はね、こっちのあえて黒色を使っていこうかなと思います。強度は一緒です。15号から20号を選んでいただいて、100ポンドかな、強度があるやつを選んでいただければ、十分かなと思いますけども、まあ、こちらのね、アシストラインの方を使って、今回は平打ちのフック、これを使用してアシストフックをね、作っていこうと思います。まあ、メーカーは違いますけどね、強さは同じです。こんな感じで、糸の方を引っ張り出して、で、余裕持たしといてね、こっち側に置いておくと。で、この、まずはね、フックと、このアシストラインをね、巻いて固定していくために、輪っかを作って、簡単にくるくるっとやって、とりあえずね、巻くきっかけを作って止める作業をね、今からしていこうと思います。はい、じゃこんな感じでね、輪っかができました。これをこうやってアシストラインとフックを輪っかの中に通して、で、絶対にアシストラインは内側ね、この平打ちの懐側の方でホールドする感じに、魚がかかるとなった方が理想的なので、ここから巻きましょうということで、まあ、位置はね、こんな感じで、で、止めましたと。で、こんな状態にします。釣りますかね。はい、アシストラインと赤糸が見えると思うんですけどね、これで要はこのアシストラインを懐側の方に指で押さえておいて、この赤糸で巻いていく感じですね。邪魔なのでね、大体のところで先切りましょう。この位置、はい、ということで邪魔物を排除。じゃあ作業再開ということでね、巻いていきますね。本当はね、指にこの糸がね、食い込んだりするので、本来だったら手袋とかね、そういう保護するものをね、つけた方がいいかと思うんですけども、僕はね、作業性が悪いなって思うので、こういう作業するときは大体素手でいきます。ただね、本当に食い込んで糸が指にめり込んだりすることがあるんで、それはね、気をつけてくださいね。結構ね、痛いんで。こんな感じで引っ張りながらね。で、ちなみに、こうやってギュッ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 やってると、この赤い方の赤糸だったら、ブチって切れます。そうならないようにね、強度のある赤糸をね、使っていただけたらなと思います。様子見ながらね、いい塩梅でやっていけるように、止めていけるようにね、調整しながら巻いていってくださいね。手結構ね、疲れます。ぎゅっと巻いていってるとね。なので、まあ、いっぺんにね、必要な時に作ろうと思わないで、暇な時になんか時間を有効に使うために、作業してもらったらあんまり苦痛じゃないかなと思います。まあ、やっぱりね、こうやって赤糸で巻く方が多少時間かかりますんでね、差し支えのない時に作業してもらって、作りだめしとってもらったら証拠の時にね、書くかなと思いますんで。
この段階でね、まず抜けないんですけど、まあでも、アシストラインとね、赤糸を保護する意味でね、アロンアルファと収縮チューブはつけていきたいと思います。一回ね、まあ、赤糸をくるんと手に巻いてもらって、その糸の先だけね、指でホールドしてあげる感じで巻いていくと、綺麗にね、巻けると思います。止めとかないとね。間違えて大きめの魚がかかった時にね、弱かったら本当にアシストラインがね、抜けてしまうこととかもあるかもしれないんでね。僕は今までないんですけども。で、ここまでできたら、これぐらい余裕を持たして、こんな感じね。まあ、ミシンとかでね、ダダダダダーって縫った後とか、あと、まあ、手縫い。糸でね、何か着るものとかを手縫いした時に使う、なんていうんですかね、あれ、コマ止めっていうんですか、何やったかな、ちょっと名前忘れましたけど、なぜ、それとね、同じ要領で、その止めたいところを指でしっかり押さえ込んでおいて、キュッと縛ってあげる。これでね、ちゃんと止まりますんで、これね、一回しかやらなかったら心配だっていう人は別にこうやってね、二回やってもらっても大丈夫です。止まってた方がいいので、確実に作業しておきましょう。まあね、沖でね、せっかくかかった魚逃がしたらもったいないんでね。はい、二回やりました。こんな感じ、しっかり巻けてますね。引っ張っても絶対取れません。はい、頑丈です。で、この余ってるね、赤糸をですね、ハサミで、で、切れたらですね、はい、こんな感じ。なんか黒い玉みたいなのが見えると思うんですけど、これがね、スキー糸がくるくるっと巻いて固まったものですね。これも留めの一つになりますんでね、ぜひ同じことをやっていただけたらと思います。で、さらに、ここにアロンアルファを軽くね、打ちます。まあ、3箇所ぐらい点止めしとけば十分かと思います。心配だったらね、まあ、軽く全体的に塗っても OK。それはもう好みでね、やってもらったらいいかなと思います。で、ここまで行きましたら、乾かして収縮チューブ。これをね、止めてあげたいなと思います。これ収縮チューブ、別にね、色、黒色、赤色、他色あるんかな、どうかちょっとわからないですけど、まあ黒と赤はとりあえずあります。どちらでも構いません。色はね、好みでいいと思うんですけど、僕はなんかこういうね、赤色だったらバイトマーカーになるのかなとか思ったりとかして、赤色、よく使いますけど、魚ってね、基本的にね、あんま良くないんで、まあ魚にもよるんですけどね。だいたいアオリイカとかで、まあなんでイカの話やねんって言うと、まあちょっと聞いておいてくださいね。で、アオリイカで、だいたい、その、魚を焦点に合わせて、そこを見てシュッて進む時の段階で、視力は 0.6 ちょっとってね、言われてます。基本的に、まあ、科学的な根拠に基づいてね、言ってるんですけども、人間は色を識別できます。それはなんでかっていうと、その、人間のその目の中に入っているそのタンパク質の関係で、カラーがわかるようになっているらしいんですね。で、アオリイカっていうのは、その、色を、色彩ですよね。それを、確認できるためのそのタンパク質が入ってないらしくですね、白黒らしいんですよ。これね、エギいろいろ色ありますけどね、色自体はもしかしたらそんなに関係ないかもしれないですね。まあでも確かにピンクとかオレンジっていうのはヒットカラーですよね。あとまあ昼間とかだったら
暗めの色なんですけども、基本的にね、白、灰色、黒の認識なんで、どの色をやったとしてもね、その色の濃さがね、重要なのかなと思うんですけども、ちょっと話それましたけどね。まあ、そのアオリイカよりも視力が悪いです。なので、色をね、識別できるんだとしたら、こういうね、赤色とかってね、目立つと思うので、まあ、海の水の中でどう見えてるかっていうことなんですけど、まあ、もしかしたらバイトマーカーになるかもしれませんが、まあ、色の認識がないとしたら、全く意味ありませんよね。まあ、この状況で、まあ、赤と青色ですけども、収縮チューブ赤色なので、これが消えてしまいます。まあ、赤色になる、赤色の濃いとこ。まあ、おそらくこのアシストラインは灰色に見えて、で、この収縮チューブの赤色は黒に見えるんじゃないかなっていったとこですね。で、おそらくこれは白に近い灰色かなっていう感じなんですけどね。その、まあ、魚にね、聞いてみないとわかりませんけど、まあ、いいと、まあ、こういうのがいいんじゃないかなと思って、まあ、僕はね、勝手に使っています。で、アシストフックに、収縮チューブ通していきますね。はい、こんな感じ。で、ライターで炙って、あんまやりすぎるとね、こういう風に黒くなるんで、ちょっと休憩しながらね、やったりすると赤い綺麗なまんまなんで、まあそんなにね、これは関係ないと思うんで、そんなシビアになる必要もないと思いますけども、はい。これでまず一つ出来上がりですね。で、反対側も同じ作業なので、これはね、ちょっと、まあさっきと同じ作業するんですけど、無駄にって言うとあれですけどね、まあ必要な作業なのでね、ここはね、割愛させていただこうと思いますので、両方ともフックが作るところまで移動。はい。っていうことでね、完成間近。赤糸巻いてね、アシストライン固定して、で、今から収縮チューブね。で、位置に合わせたら、ライターで焼いていくよ。ずっと火でね、炙り続けないでくださいね。さっきも言ったんですけどね。どうしてもね、熱入りすぎたら、アシストラインにもね、負担がかかりますんで。はい。こんなもので十分です。このね、収縮チューブつける前にね、赤糸にアロンアルファ塗るの忘れないでくださいね。で、この状態にしたらですね、地獄針になるように、位置を合わせます。ある程度ね。で、この状態にして、ここの折り目のとこから、リングをね、通します。で、この状態で輪っかをくぐらせて、はい、こんな状態。これをね、くるっとひねってやると元に戻るんですけどね。はい。この状態から、この輪っかの中にリングを通して、ぎゅっと引き込む。で、向きとか、両方の長さ、調整してあげます。で、ちなみに、このね、フック自体を、段違にする人がいます。要は、短い方、長い方をこのラインの中で作るわけですけど、僕が思ってるのは、両方とも同じ位置にある方が、魚にね、両方のフックがかかります。段違に作ってるといいことももちろんあるんですけどね、高さは合わしといた方が、僕はしっかりね、魚にフッキングすると思って、やってます。で、平ら場は、まあ、どっちかって言ったらね、向こう合わせなので、この同じ位置にしないで、あえてね、それは段違いにね、してます。針1個分ですけどね、まあ、そういうところら辺にね、意味がありますんで、まあ、ご自身がね、いいと思う方法を取っていただければ一番いいんですけども、こんな感じでね、
なるのがベストかなと思います。でこのリングのところにこのスプリットリングに使う時のあのラジペン、この部分を引っ掛けて引っ張ります。でこっちの方も締め込んでやると、そしたらね外れることはまずありません。引っ張られて締まり込む一方ですね。ということで平打ちのフックもアシストフックが完成っていうことで、これで今日はね動画の方を締めさせていただきたいなと思います。はい、っていうことでね、いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。アシストフックの作り方っていうことでしたけどね、皆さんもねお店に売ってるものを買って行くのもいいんですけど、自分でねアシストフックとか、まあジギングの場合だったらですけどね、作ってお魚がね船の上に上がってくると結構嬉しいものですよ、っていうことで、それではまた次の動画でバイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、よかったら見てください。このスタラバチャンネルの登録をよろしくお願いします。ということで、それではまた次の動画で、バイバイ。